皆さん、こんにちは。今回はマラリアですね。海外渡航する際に注意するべきマラリアに関して、マラリアの予防薬と予防策に関して、今回言及させていただきたいと思います。マラリアということでね、今まで数多くの国々に行った中で、駐在とか、留学なんかで行った国、駐在で行く国っていうのは、例えば熱帯のフィジーとかね、タイとかベトナムだったんだけど、その時にじゃあ何かやってったかったら、特にね、俺ワクチンも打っていかなかったし、そういう薬ももちろん飲んでなかった。在住者が毎日毎日飲むってこともね、あれだからね。で、ただ、中南米行くときっていうのはね、ワクチン一通りね、前伝えさせていただいている黄熱病とか、あとは破傷風とかね、腸中皮筋本脳炎とかね、A 型、B 型肝炎、狂犬病、はしかと、風疹の混合ワクチンなど打っていったわけだけど、さらに、重要なのはこのマラリアです。マラリアっていうのは、主にもアフリカですね。他の国では、デング熱ってアジアでもありますけど、マラリアがアフリカ行く際っていうのはね、多く起こっていて、やっぱり注意するべき点なんです。マラリアということ、皆さん聞いたことあるでしょう。で、このいわゆる熱帯から熱帯に、広く分布するということで、マラリア現地に感染症なんだけど、メスのね、ハマダラ科が媒介する、マラリア原虫が病原菌であるということで、いくつか種類あるんです。これは、例えば熱帯夜のマラリア、3日熱マラリア、4日熱マラリアとかね、サルマラリアなどもあるんだけど、その中で実際このマラリアで亡くなった日本人夫婦などもいた。アフリカで感染して、で南米に世界を回ってて、アフリカで感染して、で南米に回ってね、でその方が、結局、夫婦でね、亡くなってたと、いうことがあって、今回これからちょっと注意点としてお伝えさせていただきたいと思います。マラリアということで、例えば3日熱とかね、ある3日熱っていうのは何ぞやって話なんだけど、48時間おきに、で4日熱でマラリア前に72時間で繰り返し激しい高熱を持つので、一旦下がってもまたこう繰り返しこうなるというやつですね。こういったものです。だからもう治ったかなと思って病院行かせていいかなと思ったらまたなっちゃったという話ですね。なのでやっぱこれに関しては十分注意していかないといけない点ですね。で、合併症で怖いものがあって、例えばね、原虫に寄生された赤血球の表面に形成された突起がということで、血流を阻害するなどして発症して、脳や臓器の毛細血管が多発的に閉塞するってよくわかりますよね。そうすると血がいかなくなるわけだから、急性腎不全とか意識低下、だから脳に血がいかなくなるってことは意識が低下してきて、意識を失ったりとかね、あるわけだから、これ非常に危険なんでね、進行すると昏睡状態に陥り死亡するということで、なので、非常に危険です。はい。で、他にもね、黄疸などが出たりとか、ヘモグロビンのね、量が出たりとか、他にも肺水腫とかね、低血糖、いろんなものが出てくるんで、これは気をつけないといけないところですね。では、じゃあ、そういったものに関して、主にもう、これはね、他のところにアフリカに行く方は必ず私は持っていった方がいいというものですね。これは一応ね、予防薬ということで、これビブラマイシンですね。もう安いやつなんですけどね、ビブラマイシン。俺、アフリカ、本当は去年、半年間で、アフリカ、中東、中央アジアを回る予定だったので、メフロキンの、5ヶ月ですね、あります。これを毎日飲んでいく感じです。はい、で、他に、で、これがじゃあ 100% 感染を下げるかって言ったらね、100% ではないんです。なので、どうしたらいいかっていうのがあって、極力蚊に刺されないことですね。海外、日本でもそうだけど、蚊に刺されるじゃないですか。海外でも要は刺されたことあるんだけど、特に、その後なんか熱が出たこともあるけど、それがどうだったかはっきりわからない、病院に行かなかったんだけど、例えばこれね、これ日本のやつで一応最大濃度です。これシュシューってやって、蚊を寄せ付けないようにする。海外行くと、さらに濃度が日本の薬事法のあれでよりも緩くて、濃度が高いやつまでそれを買った方がいいんじゃないかな。これも一応ね、30% なので最高濃度で一番日本の薬事法の中では 30% ですね。なので、これで蚊に刺されないようにしていく。さらには、他にもいろいろ買ったんだけど、蚊帳ね、蚊帳とか、蚊帳も買ったベッドがあるとき、ベッドにね、蚊が入ってこないようにしたりとか、どこ行くのに、なるべくこういう肌露出しない格好とかね、して蚊に刺されないようにやっていくっていうのがね、必要です。で、これね、一応これ着るやつなんですよ。これね、着るやつということで、ちょっとこれねぐちゃぐちゃになっちゃったけど、一応ねここから切れてということで、こういう感じでねなってって、でどこどこに行って蚊が多いとこ行くときとかね、こういう感じでやってって。で、かなり手袋するっていうですね、ここからまあここから出さなくていいんだけどね。こうするとちょっと匂いついてて蚊が嫌がる匂いね。こんな感じで、なってます。なので、こういう感じでやってって蚊になるべく刺されないようにということでね。まあ、できればここのところが今出てますけど、ここにあるじゃないですか、よく最近売ってるね、腕に巻くやつね、そういうのしたりとかして、刺されないこういうのもして、やっていく感じですね。寝るときは蚊帳をかけてやる感じです。だから本当にアフリカでも本当に中央アフリカ、あの辺りは本当に危ないんです。エボラなんかもありますけど、そういったところに行く場合っていうのはやっぱりこういったものをね、持ってって準備していくべきだと思います。自分自身もかなりもう準備した段階だったんだけど、結局新型コロナがあってね、なかなかちょっと行けなかったんだけど、ちょっと残念でしたけどね。で、こんな感じです。なのでまたね、いけるようになってきたらということで、この後ですね、予防薬に関して、いろいろとその副作用もあるんでね、ちょっと紹介させていただきます。で、これが海外渡航前にね、感染症内科のお医者様に、処方していただく前に、ね、いただいたこのマラリア予防内服ということで3種類に関しての詳細ですね。これ副作用なども書いてるんだけど、これちょっと、解説させていただくとね、マラリア予防内服ということで3つあります。1つはマラロン、もう1つは久光製薬、日本のやつですけど、メファキン。で、あともう一つはビブラマイシンですね。ビブラマイシンです。それぞれまあ成分名としてね、プログアニルとか、あとバコンね、メフロキンって結構有名だと思うんでね。ドキシサイクリンね。で、内服開始に関しては、この、一番高いのってこの膜、一番左のね、マラロンなんですけど、1錠あたり498円。あ、じゃあ一番高いのは、多分この1錠あたりの価格で言うと久々なんだけど、ただ、飲む頻度とかから考えるとですね、毎日飲んでるこの頻度から考えると一番高いのはマラロンですね。1日、このマラロンから最初言及させていただくと、出発の1日から2日前からということで、まあ、1日1回1錠で、内服終了が帰国後7日まで、副作用に関しては少ない。本在の過敏症、腎障害、これ禁忌ね。だから腎臓に何か障害がある方とか過敏症の方はこれ飲まない方がいいということですね。飲んじゃダメってことね。禁忌だから。妊婦、に関しては有益性が回るときのみ使用ということでね。で、あとは小さい子供、少年に関しては、体重5キロ未満の子供のへのね、安全性が確立してないということ、このところも重要なところです。で、予防としての適用があり、で、薬価としては1錠500円ほど。なので、これ1日1回だから、1日500円かかるね。そうすると30日でいくらかかるかって言ったら、1万5000円ですよね。薬だけでね。で、1週間渡航の場合が約8000円。2週間で1万2000円ということで、これ食事とともに内服です。で、2番目に高いのが、メファキンですね。まあ、1錠あたりの価格がこれ一番高いんだけど、飲む頻度が、まあ、1週間に1回ですから、頻度が少ないという点ではいいんだけどね。メファキンね、久々。メフロキンですね、成分としてはね、出発の1週間前からということで、1週間前に1回1錠。だから、利点としては1週間に1回だけ飲めばいいってこと。だから、かさばらないんですね。で、帰国4週間までということで、副作用がこれあるんです。このめまいとかふらつきですね。めまいしたりふらつきがあるんで、ちょっとこういう症状が出やすいかったりするんですよね。で、本在の過敏症とか、あとは、子供とか妊婦とかね、あと転換を持ってる方とかね、精神病棟の方とかね、だから結構これで気分が落ちちゃうっていう事例もね、私は聞いてるんで、正直これにしようかと思ったんだけど、1週間に1回だけかさばらないしね、だけどそれを聞いてからちょっとあんま良くないなって、実際飲んだ人から聞いたときにね、そういう風に落ちちゃって、途中でやめたとかいう人もいたんだけど、ですね。で、子供はダメ。予防としての適用があり。で、薬価としては1錠あたり851円。1週間に1回だから、その、隣のマラロンに比べたら、価格としてはそんなにかからないですね。はい。まあこれにしようかと思ったんだけど、結局そのめまい、ふらつき、転換とか精神病、このあたりがすごい気になったんでちょっとやめました。で、ビブラマイシンですね。一番安いのはビブラマイシン、ドキシサイクリンという成分があって、内服開始に関しては出発の1日か2日前、1日1回1錠、帰国を4週間前まで。で、副作用があるんですよ、これ。おしんとかね。日光過敏症、地図ガンジダ症ということで、日光過敏症ってなんか眩しく感じるってことですね。で、気持ち悪い感じに なるということで、そういったところで過敏に反応しやすい人はちょっとやめた方がいいということですね。で、これ安いんです。1錠あたり 12.3 円だから、毎日飲むって言ってすごく安いですよね。だから経済的なものを言えば一番これが安いんですよ。だけどまあ自分のように 長くいかずにね、本当に短い間だったらマラロンが一番いいですね。マラロンがやはりその副作用も少なくてね、いろんな意味でいいんじゃないかなと思うところですね。はい。で、このマラリア予防薬って感染症内科の医師の方ともお話しさせていただいてね、100% マラリアを防げるものではないという点ですね。安い予防薬だと副作用が多くて、高い予防薬だとまあそれなりに値段がしてしまうと、毎日飲まないといけないっていうこともあるので、そういったところなので、まあ、蚊に刺されないようにねしていくってことも求められるのかなって感じがしますね。で、こんな感じですね。なので、必ずこの他の地域はそうでもない、マラリアはそこまで発生しないんで大丈夫です。今まで自分自身も行って持ってったことなかったんだけど、アフリカ、特に中央アフリカのあたりね、真ん中の赤道直下のあたりの周辺のアフリカ諸国行くときは私は必ず持ってった方がいいですね。これは例えば JICA の職員の方とかもね、いろいろとあっちに行かれてる方いらっしゃるので聞いてたんだけど、基本は飲んでるようですね。はい。ただやっぱり副作用もあるんで辛いということで飲まない方もいらっしゃるんだけど、とにかく何かあったらすぐ病院に行くってことが重要だし、まあ、病院に行くって言ってもやっぱり医療が発達しない国だと大変だと思うんだから、極力感染しないってことが重要なのかなと思うんですよね。はい。ということで、まあ、今後ね、まあ、今このご時世で海外行けないけど来年以降に行けるようになってくるからね、普通にね、なのでまたねそういったところも、これから海外で皆さんが危ない目に遭わないための秘訣ということでお伝えさせていただきたいと思ってますので、ぜひと皆さんチャンネル登録いただいてない方はねチャンネル登録いただければと思います。これからもね有意義な動画を発信して